どうもこんにちは、たまちゃんです。読み解くエルデンリング第21話ということで、今回もゲーム内で判明したストーリーを読み解きつつゲームを進めていきます。さて、前回はケイリとの境界で苦しんでいる女性ミリセントを助けましたが、このミリセントは誰なのか、まあ、結構これはね、イージーモードでしたね。そう、腐敗のマルニアです。まあ、事前にアルター高原の日陰城、まあ、それをクリアしていたのはね、良かったですね。日陰城の城主、マレーマレーが信奉していた女神。まあ、その特徴でね、全く一緒で、赤髪で赤腕であると。で、さらに、円卓にいるギデン・オーフニールから、マレニアは、ミケラの双子のデミゴッドであることも判明しました。まあ、やはり、ただものではありませんでしたね。で、ここで、なぜミリセントはマレニアという名前ではないのか、ですが、まあ、ミリセントにマレニアが乗り移ってる説がまず一つですかね。賢者ゴーリによると、彼女を、いいえ、彼女の腐れ病を神と奉ると言っているので、まあ、ミリセントではなく、その腐れ病、呪いそのものがマレニアである、と言ってるのかもしれません。そしてミリセントは針を体に刺したことで、おぼろげに使命を思い出してきたと言ってますね。で、使命を忘れていたといえばメリナがいましたが、まあ、マレニアはね、双子ということで、メリナはミケラ説もありますかね。ただメリナは焼けただれて死んだとも言っており、対してミケラはまだ生きてる感じもするので、まあ、これは違うのかな。で、その双子のミケラは、聖樹ミケラ、とギデン・オーフニールは言っており、また、ミケラのスレインというアイテムを見ると、新人、神人とも書いてあります。まあ、ミケラはね、神の人のようです。ということは、双子のマリニアを神と奉る、というのは話は合ってますね。で、ケーリットにいる指を見曰く、硬い花のつぼみに関して言っています。まあ、これはケイリットほぼ全域を腐敗することになった、あらゆる箇所に生えている樹木のことを指すのでしょうね。まあ、まだ花は咲いていないというのが気になりますが、まあ、ミケラとマレニア、聖なる木と呪いの木として対照的でもありますね。ただミケラの聖樹はキャラクター作成画面では誘惑の枝と表現されていたので、まあ、ミケラはね、真っ当な存在ではないのかもしれません。で、円卓の鍛冶屋は、神を殺す武器、それを鍛えていることが分かりましたが、まあ、この鍛冶屋はね、女王マリカを信奉しているため、まあ、その神というのはマリカではなく、別の神のことをね、言っているんでしょうね。まあ、そんなに神がいるのか、ですが、宗教の数だけね、神はいますからね。まあ、今のところ候補は、やはり、新人、神人のね、二つ名を持つ、ミケラですかね。で、前回までのまとめはここまでということで、今回は王都ローデール周りを探っていきます。もう一度金仮面郷、会いに行ってみましょうか。あそこの橋の上にいたんですよね、本来はね。しかし気づいたら死んでしまっていた。なんか立ってるけど、金仮面郷まだ生きてんじゃないの？生きてますね。え？じゃあなんだ、橋の下にあったあの、金仮面郷の死体は？いや、こっちが偽物なのか？どうなんだ？話しかける。いや、どうなんだ？下の死体の金仮面郷、本物とかあんのかな？どうだ、私も金仮面郷だ。ああ、ダメだ、反応がない。金仮面郷、あなたじゃないんですか？どっちなんですか、本物は。まあでもよかったね、まだ。生きてましたね。まあもしくは純粋にその金仮面鏡がね、この仮面を、いろんな場所でばらまいている。ということなのかな？金仮面鏡が作り残したものって書いてあるけど。で、マップ上に今ね、ここね、金仮面鏡って書いてありますかね。やはりこちらが本人か。どうしました、金仮面鏡。その指の先には。この火山館からの依頼、
バルグラム。結構近づいてますね。なんか行けそうな感じするけど。行けるかな？あの先か。あそこら辺はかがり火がまだ見つかってないんだよね。これなんだ？壁に刺さってる何か。槍？槍のような何かが刺さってますね。あの竜が使っていた武器ですかね。そんな感じにも見える。ああ、なんだなんだ、飛び道か。奥の手が飛んできた。かわせ。もうちょいだ。やれ、とどめ、アービーパス。わおっとい。やったー。やれるもんだね。王のルーン。かつて王となるべき運命があった。エルデンリングが砕けたとき、それは遥かな使命となった。以前は運命であったが、今は使命であると。ライオネル、誰だ？お、ぽっこりしてる。さらに、あ、これは、オープニングに出てきたね。名前何でしたっけ？汗人の一人、フィナでしたっけ？ライオネルとは？その人と寝ていたんですかね？ごく薄く滑らかな、白砂のドレス？死なんとかの乙女が、遺体に寄り添い、まとうもの？あ、遺体として寝るんだ。確かにオープニングでね、ガイコスと一緒に寝ていましたね。それは枯れ切った遺体を傷つけることなく、ただぬくもりだけを伝えるという。ライオネル。おう、丸い。ゴータンライオネル。恐れを知らぬ気取った騎士は、故郷を追われたフィアに出会い、彼女の父たるを自らに命じたという。え？あ、ライオネルがフィアの父になったんだ。結構ね、いろんな場所でその、ぽっこりしたキャラクターね、見ましたけれど、わあ、ここまで変わんの。すごいな、こりゃ。全身装備してみようか、じゃあ。これあれじゃないの？明石事情にね、いるよね、多分ね、こいつね、今。一緒に戦ってくれるんじゃないかな。あ、重量肩だ。全然装備できませんね、これ。重すぎる。どうやったら装備できんのこれ。筋力結構頑張りだよ。無理だ無理だ。見た目すごく面白いんだよな。残念だ。ライオネルの鎧。これ、軽装にできますね。重量どれくらい下がんの？ 1 か。これはあれだよね。デミゴッドの鎧ということですね。ということは。ライオネルの鎧もね。このライオネル自身がデミゴッドなのか、どうかはわかりませんね。あれ？こいつの後ろに出るんだ。これあれですね。この炎吹くやつ。ちょっと不気味な。獣木のなんか、慣れの果てみたいな。背中にね、ドラゴンの羽も生えてるし。とりあえず、倒してしまうか。こいつ経験値高いよね。3000ぐらいある。おう。さ、かなり登りましたが、ドラゴンの、羽の先に来ましたね。こっちは無理っぽいな。これ以上は。いや。なんかいける？いけそうだね。ここになんかあるよ。おら。ルンの子。結構黄金樹に近づいてきましたね。あちらにはラッパ付近に。なんかいるかな、あれ。マント、あれなんだあいつ。近寄ると、大丈夫か？まだ動かない。じっくり見れるよ、こいつ。あれ？こいつあれか。今までね、火を吹いてきたやつだね。不気味な。こいつ獣木ですね。黒木剣の眷属とは別かな？ここを進めよ、多分ね。目標なんですよ。ターゲット、汗人のね。しかし暗いな。明かりをつけて、
あ、ここにありますね、印が。かがり火ないかな、それよりも。祝福。これは何？アルベリヒの尖り棒？アルベリヒ？誰？今まで見たことある？アルベリヒ。円卓になんか、そういう名前の敵が出てきたような。狂い舌、アルベリヒ。異端の魔術師を示す尖り棒。生贄の血に生じるという赤い奇跡が埋め込まれている。茨の魔術を強化する。孤高にして異端の病んだ魔術師は、かつて円卓のために下に狂ったという。やはりこいつか。出てきましたからね。で、この茨っていうのがね、やはりね、一つのキーワードになってるっぽいですね。まあ、円卓のロジエルが、足がね、茨でやられてしまってましたが、この魔術にね、その茨に関するものが一つあるんですよ。これだ。罪の茨。追放された咎人たちの異端の魔術。学院が最も忌み嫌うものって書いてありますね。で、茨でその瞳を潰された咎人たちは、永遠の暗闇で血の星を見出したのだ。まあ、今後もこの茨にはね、注目していきましょうか。この場所は、まあ、円卓のね、あの場所にちょっと似てますね。似てるどころか。相当一緒かな。どうだろうか。これは空いてなかったかな？作り一緒なの？どうなんだ？かなり似てるよ。ここじゃないの？現世の円卓の場所。あった。かがり火。絵もありますね。二本指の祈祷書？王たる回復、王たる癒し。それが使えると。これは王たる汗人に託されたもの。こいつが王なのか。よし行くぞ。狼の戦記。ん？後ろにいんだけど。あ、これはあれか。火山館の仲間ですね。相手似てるんだ。あいつバルグラムに。もう一体は？せーぞこいつ。うわぁ。頑張れ味方。うわぁ。回復だ。味方やられる前やらなくては。うわぁ。おっと。戦技か。あ、やられたー。お、来た。仲間来た。いいぞ。やった。やってくれたか。あー。味方がほとんどやってくれましたね。私は力になれなかった。さあ戻ってきて、戦記の兜。円卓を訪れた最初の汗人たちの一人。白露の毛、すらついてるようですね。古い伝承によれば、狼は、神人の影であり、新人かな。バルグラムもまた、そういう有様を望んだ？狼？こいつは狼だったんですか？で、この新人ですが、どうやらね、これだ、ミケラのスレイ。ここに新人ミケラって書いてありますね。その幼少期にめでたとされる幻の花である。で、この狼は新人の影であると。古い伝承ね。で、今狼と言いますと、魔女ラニ。まあ、カーリア家の王女ね。それに仕える名前何でしたっけ？まあ、一人いますけれどね。とりあえず目標は一つ達成したので、もうちょい調べたらね、一度火山館戻りましょうか。初めに円卓を訪れたというのは、この場所のことを指しているんですかね。異次元の円卓ではなくてね。ここから、円卓の2階に上がれましたね。この先は異次元では鍛冶屋がね、ここでハマー振るってる場所ですが、アイテムがありますね。ハンマーだ。
まさにハンマー。こちらは聖なる研ぎ石刃。鍛冶仕事は古くは巨人の技であったといい、この武器の打撃はとても重い。こちらはフィアがね、寝ていた場所ですね。絵に変わりはないかな。剣に誓って。これは英雄のルーン。レベルを上げられそうですね。さあ、こちら円卓。暗い。ああ、なんか炎舎に襲われた時ね、画面がこんな感じで暗くなりましたよね。あれがここだったのかな。飛ばされた場所ね。ルンの子。ここはギデオンがいる場所ですが、これの書物とかどうなんでしょうね。同じ内容なのかな。時代は合ってるのかどうか。この先はクソ食いがね、座っていた場所ですね。お宝は？これはなんだ？縛られてるな。あ、死体は？クソ食いのものと一緒ですね。苗床の呪い。キーアイテムですね。あ、クソ食いに関する情報が書かれている。クソ食いが殺し、怪我した死体に生じる呪い。いみつのに侵された生乾きの、これなんて読むのこれ。宿なんとか。これだけ読めないんだよな。漢字も変換できないし、読み方わかんないから。クソ食いは死体を苗床に呪いを育てる。そうなれば、もはや死は黄金寺に帰ることはなく、永遠に呪われたままとなるだろう。狭間の地で最も忌まわしいものの一つである。これを今の円卓にいるクソ食い、それに見せれば、なんか反応示すかな。さあ、そして、二本指のいた場所。ここには、お宝があるようだが、何も見えないな。これはなんだ？玉座。あ、ひもじの剣。ひもじのなんとかみたいだね。そんな装備品はね、ありましたけれど。武器かな？かつて二本指が円卓の遊び人に送った秘剣。実体のないひもじの連なりを刃とし、聖属性の攻撃力を持ち、縦に弾かれない。お、すごい強いじゃないか。遥か前、円卓には英雄たちが集い、二本指は力強く、また雄弁であった。遥か昔ね。かなり汗人に関するね、アイテムが、このローデルで、見つかりましたね。しかしクソ食いはね、呪いを育てて、何やってるんでしょうね。何か目的があるのか。向こうに行ってみるか。あれはなんだ？あ、黄金寺に近づいてるけど。そしてその隙にあれを取るよ。タリスマン開かない。開きません。逃げろ。コロシアムだよねこれね。うん、中に入れない。王杯ラダゴンの時代に多分このね、コロシアム、それが廃れてしまったという話かな。反応するやつとしないやつがいるけど、赤いやつが反応しますね。よし。ここは？なんかある？おっと、なんか出たよ。なんだと？ゴッドフレが出てきた。ああ。で、黄金寺を象徴とする。でかいハンマー持ってますね。うわあ。よし、味方だ。お任せします。私は今のうちに、パープしよう。
いいぞ。あ、それやられた。あまり猶予はなかった。ほい、うわ、ああ、ああ、まあパターンを覚えればやれそうな感じするけどね。これがゴッドフレイか。この段階で出てくんのか。なんでゴッドフレイに襲われてるんだ私は今。そういえばラダゴンの秘密がどっかにあるという話ですよね。首都ローデール、ローデールのどっかの彫像にね、探せばあるのかな。もしかさらにね、奥なのか。で、一度円卓に行きましょう。あ、ロジェール、ついに死んでしまったのか。ロジェールの鈴玉装備品一式。ああ、なんてことだ。なんかムカデに関してなんか言ってたって言ったじゃないですか。あれまだ拾える？ロジェールの手紙。そう、ムカデね、一つ持ってたんですよね。何かの素材で。これだ、黄金ムカデ。これは黄金律の原理主義者、特に死に生きる者の狩人たちの呪物である。教会のそばなどで見られる。これは D のこと言ってるんでしょうね。ちょっと手紙を見ましょうか。一体どうしてしまったんだ。多分助けられるルートはあるんだろうけど。震える文字で綴られた手紙。一つ伝え忘れていました。D には弟がいたようです。永遠の都、ノクロンの傍ら、水道橋でずっと眠っているのだと。そして彼はその先で、かの使用時にまみえたのだと。え？ずっと眠ってるっていうのは、もう死んでしまってるってことかな。水道橋。水道橋って場所は、どこかになかった？そして彼は、使用時にまみえた。やはりロジェールは、使用時を探していたんですかね、その、スノービル城のね。弟がいた。水道橋。しかしなんでね、ロジェール、その最後の手紙がね、そんな情報なのか。あとはロジェールの装備品。これも異端の魔術師であると。ロジェールは生涯、なんとかなんとかと振る舞った。ひょうひょうと、怒りも悲しみも後悔も恐怖も、ずっと共にあっただろうに。これじゃ情報ありませんね。ロジェール、なんで死んでしまったんだ。さあ、クソ食いはどうだ。さっきのタリスマンでね。お、いや待て、お前呪いを感じてるな。プンプンと匂ってるぞ。生乾きの、また読めない文字が、宿なんとかが。どうやら我が内床は十分に熟したようだ。思えば短い静寂であったわ。お前、我が体を解放するがよい。王と地下、下水の牢に囚われた我が体を。下水牢の鍵。そしたらお前を殺し、怪我してやる。その宿なんとかを本当にお前のものにしてやるぞ。ええー。クソ食いは現在も捕らえられているようですね。胸には太陽のマークか。では本日はここまでですね。今回は首都ローデールを探りましたが、まあ、そこには円卓と同じ場所が存在し、異次元にいる円卓の者たちにゆかりのあるアイテムが見つかりました。あとは最初のエルデのゴッドフレイが出てきましたね。黄金の霊のような状態でした。まあ、なぜこんなところで出てきたのか、今後知ることはできるんでしょうか。そして円卓では魔術師のロジェールが死んでいました。で、そこに残された最後の手紙の内容から大きな事実に気づいたため、まあ、そちらね、また次回冒頭にお伝えします。それでは実況はたまちゃんでした。また次の動画でお会いしましょう。